クロティルデ・ディ・ボルボイコール・フランチアは、サルデーニャ王、カルロエ・マヌエレ4世の日。フランス王ルイ16世、ルイ18世、シャルル10世の妹。フランス5名は、クロティルド・ド・フランス。フランスのドーファンルイ・フェルディナント、ヒマリー・ジョゼフ・ド・サクスの次女として、ベルサイユで生まれた。ルイ16世、ルイ18世、シャルル10世の妹、エリザベート王女の姉にあたる。 1775年、当時サルデーニャ王子であったカルロエマヌエーレと結婚した。クロティルデのソフルイ15世の母であるマリーア・デライード・ド・サボワは、サルデーニャ王家出身で、カルロエマヌエーレの王場にあたる。また、カルロエマヌエーレの妹のマリーア・ジュゼッピーナと、マリーア・テレーザがそれぞれ、クロティルデの兄である、プロヴァンス・ハク・ルイスタニスラス及び、アルトワ・ハク・シャルルと結婚していた。 夫との間には子が生まれなかったが、夫婦仲は良好であった。生涯を通じて、故国フランスへ戻ることは一度もなく、1789年のフランス革命発生後、国を脱出した親族らをトリノへ迎え入れた。兄アルトワハク、オバーデラ・イード王女、ビクトワール王女は、一時期クロティルデの元に身を寄せていた。1796年、カルロエ・マヌエーレ4世が即位する。 当時、フランス革命政府とサルデーニャ王国は、交戦中であった。1798年以降、大陸本土に持つ領土をフランスに占領され、カルロエマヌエーレ一家は、サルデーニャ島へ逃れることになった。当時に、関心の薄かったカルロエマヌエーレは、王妃クロティルデと共に、裕福なコロンナ家の触覚となり、ローマやナポリで生活した。1八百二年三月、クロティルデは、 病のためナポリで死去し、ナポリのサンタカケリーナーキアイヤ教会に埋葬された。同年6月に、カルロエマヌエール4世は退位し、弟、ビットオリオエマヌエール1世が即位した。1804年、カトリック教会によって、劣腹、劣勢調査が開始され、1982年、尊者の称号を受けた。ありがとうございます。